Evening, folks. This is Given Isle, Yokohama City, Japan. The Yokohama Daily Conversations again to you. August the 28th, 2023, Monday evening, 6:55 p.m.サーリツデグリースオブセルシウス、今日はね、やっと本編ということで、いくらか窓開けてんだよ、風も入ってんの、ふわふわと32度があなた夜ですよ、夜。じゃあこれ夜中になったら25度になるかなりませんよ。夜中も32度、そこまでいかねえね。もう9月近いから。でもそんでも30度はあるだろうね。今日は、書きましたよ。ね。今日のテーマは、これは順繰り通りにいかないかもしれませんが、まあ、この順繰り通りやるつもりです。多分いかないと思う。チュルチュルやって、見つかんないと思う。無理だね。6項目ありますからね。まず1つ目、ガリレオ・ガリレイね。次が林博士先生先生怒らないでしょ。次は常識、次は変人、近人じゃない、奇人、最後が決まるがいね。じゃあそれで、まずはガリレオ・ガリレイということでね、皆さんもご存知だと思います。知らない、いいんだよ知らなくてもね。それでも地球は回ってるって言ってた人ですよ、ね、で次が短いでしょガリレオ、おしまい。次は林博士先生ね。YouTube でもう12年目だか13年目ね、11年が終わってこの8月、12年目かね、世紀の大発見をなさった方なんですよね。でそんな素晴らしい大発見をしているのに、あらかたの日本人はバカじゃねっていう扱いをしてるわけですよ。で、YouTuber なんかだと、あ、これパクっちゃおう、僕の発見にしちゃおう、ね、You know Mr. Hiroshi 林、 He's a geniusOf the earth. He discovered another human history with evidences and facts. He is the first person who said Jomon civilization.Jomon civilization is the first civilization of all over the world. There is no one before Mr. Hiroshi Hayashi who said Jomon Bunmei. Okay? Never forget this. Never forget this.じゃあ林博先生もおしまいと次は常識、これみんなつながってんだよ、一個のことだからね。ガリレオさんは最後どうなっちゃったの？それでも地球は回ってる。林先生今どうなの？みんなに笑われちゃってんだから
ね、うん、で小賢しいやつ、おこれ可燃なんぜ、俺の発明にしちゃおう、発見にしちゃおう、ね、繋がってんだよみんな。 One thing all these six issues is one thing, one thing.次は常識。ね、あの、常識っていうのは、まあ、その時その時のお偉いさんが決めるわけでしょ？ね。これしろよーとかね。こっちカメラでね。これしろよーとか、これ打ってよーとかさ。ね、常識でしょ？みんながやらなきゃいけない常識でしょ？それ最近流行の常識だから。ちょっと前はそんな常識なかったから。これから先どうなるかわかりません。それでも地球は回っている。ね。常識。ね。例えば、何べんも言ってんでしょ？私ギター弾くの大好きなんですよ。その理由は歌が好きだから。で、ギターなしで歌うたってんと、あのピーポーパーポー呼ばれちゃいますから、ギター弾きながら、ね、ギターを弾きながら歌うとうるさいよ。ギターなしで歌うとピーポーパーポー帰ってこれないよ、ね、帰ってこれません。あ、シェッケンなベイビーな、動いた今ね、動いたね、きちんとできないのが私です、ね、何でもいいかね、ダメだよそんなんじゃ、ね、世間に通用しないから、こいつ常識ねえなって。常識。うん。例えば、ね、ルールを守る。これも当たり前のことですよね。日本は自動車は左側通行ですからね。右側走ったり、センターライン走ったり、歩道乗り上げてペチペチペチとかそういうのはありませんからね。うん。酒飲んで無免許でかっぱらった車を転がして、ね、高速なんか反対に走っちゃったり言うでしょ、たまに。うっかりかっぱらって、うっかり酒飲んで無免許でうっかり運転しちゃうバカっているでしょ、いっぱい。免許失効して運転している人いっぱいいますよ。わかんないだけ。うん。私がこの下に何にも着てないのが黙ってればわかんないでしょ？ね。こうやってこういうふうに暗夜をね、ちょっとお股赤くして、ほら、ここだから。ほんと、これですから。いや、君パンツぐらい履くでしょ？パンツ履いてたらね、おなんて言わないから。ね。黙ってればわかんない。画面から外れたとこで何しててもわかんない。うん。林博先生の大発明を、大発見をかっぱらってきて、ねえみんな僕ってすごいでしょってやってるバカがいるそうです。お前が？いや、チンピラ。お前が？チンピラじゃないんだ。偉い学校の先生とかね。うん。だそうですよ。うん、風の噂にね、うん、聞いてます、うん、ドイツがっていうとね、名誉毀損で訴えられちゃいますから。でその時こうやって言えばいいんだよ。で日付は、日付、林博先生より先にその文献どっか書いた？書いてない？うん、じゃあパクリになっちゃう。いや、どこにも書いてないけど、僕の方が先です。
世間には通んねえな。それが常識だから。ね、で次は、常識の次は、変人。ね、交通ルールを守んなかったら、それは、犯罪者ですから。変人。この人ちょっと変。ね。ちょっと変。これは犯罪者とは言えませんよ。例えば、大概の人はね、ご飯に、おみおつけに、おしんこを食べるんだけど、ご飯に、おみおつけに、おしんこなんだけど、大概の日本人だったら、おしんこにはちょっとお醤油垂らすとか、あるいは塩を振るとか、味が足んないときは。で、中には、味を見る前から、マヨネーズ、ケチャップ、タバスコ、ソース、ね、とんかつソース、ウスターソース、味見る前からかけちゃう人いますから。ね。味も見ないでそれかけて、頭大丈夫って思うんですよ。それが変人。うん。でも犯罪者じゃない。うん。犯罪者じゃない。ご飯にケチャップかけちゃいけないって法律ないから。ね。お味噌汁にケチャップ入れちゃいけないって法律ないから。でもちょっと変、バカなのって感じするんでしょ。でも本人はそれが大好きなわけ。ね。このバカの一つ覚えに、ね。トントントンからリンとトンナリングミーよ。味も見ねえでとにかくね。唐辛子入れちゃう人もいるでしょ。それ変。うん。うん、まあ、バカとも言うし、変。お前バカなの？味も見ねえで、なんで唐辛子入れん？いや、唐辛子好きだから。ね。唐辛子好きな人は、ご飯食べようが、ホットケーキ食べようが、ところてん食べようが、そうね。何食おうが、まず唐辛子。ね。それは犯罪じゃないから。ね。食い物の好みは犯罪じゃないから。ね。この人、普通とちょっと違う。変だな。うん。でもそれは咎められない。法律に触れてないから。ね。ご飯に、ね、真っ白い炊きたてのご飯に、ケチャップかけてもいいでしょ？マヨネーズかけてもいいでしょ？ウスターソースかけてもいいでしょ？とんかつソースかけてもいいでしょ？タバスコかけても、胡椒を振ろうが、唐辛子振ろうが、その人の、趣味、嗜好ですからね。うん。別に咎められません。ただ、へーんって感じ。へーん。変が行き過ぎると、バカなのになるから。うん。で、変が行き過ぎちゃうと、ピーポーパーポー。ね。犯罪じゃないんだけど、変が行き過ぎちゃうと、ピーポーパーポーになっちゃう。で次。常識、変人、奇人。ね。奇妙なことを、しないと気が済まない人。ね。例えば、また食べ物の話が一番わかりやすいよね。まあ、お茶碗に、ご飯をよそう。あるいは、丼にご飯をよそう。お椀に、お味をつけを入れると。よそうと。ね。で、お皿に、目玉焼きをのせるとか、あるでしょ？それが、私みたいにズボラだとね、炊飯、じゃあ、で、お米炊くじゃない？で、それを、あちちを持ってきて、ここへ置くじゃない？ね。で、ね、もずくをピュッて破いて、ジャーッとかけるわけ。で、納豆をかき混ぜて、で、
からしを入れて、あのタレを入れてまたかき混ぜてダーッとかける。これ合成だよ。ご飯プラスもずくプラス納豆だ。大概はご飯にお醤油だからね。うん、ご飯にお醤油。私の場合ズボラだから、洗う器を一つにしたいわけね。でご飯食べるじゃない、ご飯ともずく、ご飯と納豆、ご飯ともずく、ご飯だけ、もずくだけ、納豆だけ食べるんじゃないと、まあごちそうさんになるよね。中汚れてるじゃないと、あの次は丸米のインスタント味噌汁をその中にね、炊飯ジャーにの内釜にねギュッと入れて、でポットのお湯をシャ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 ッと注いで、日本だよこれ、日本を、うん、で私の場合猫舌だから、大五郎100万年待つのぞ、へい、ね、これはやっぱね、である程度冷めんじゃない、飲むじゃない、でティッシュでヒュシュって拭くじゃない、でティッシュはポイってすんじゃない、でまたお湯をちょっと入れて飲んで拭いちゃうと、まあその上で洗浄は完了みたいな。これ普通の人が見ると、この人常識はないね。変人も通り越してね、鬼人だねになっちゃうけ。でも常識がなくても変人でも鬼人でも法律に触れてないわけよ。ね。法律に触れてないわけ。これは OK。あくまでの、もうその、個人の価値観だからね。ご飯は、ね、お釜で炊いて、炊いたご飯は、おひつに移して、布巾をかけて、ね、蓋して、で、お茶碗にしゃもじでよそって、はい、どうぞ、と。まあ、それが普通でしょ。ね。でも現代人なんかの場合、なんかさ、こうチュルチュルチュルって絞ると、ほんでごちそうさんっていうのもあるんじゃない？え？あんなのさ、パッと見初めて見ればさ、あれバカかなと思うじゃん。あいつ常識ねえのかなってなるじゃん。でもさ、忙しくてさ、もう朝起きたらね、もうパジャマのまま電車乗っちゃってさ、電車の中でねお化粧してね、パンツも取っかえてブラも取っかえてね、お洋服を電車の中でね取っかえて、でね、ドライヤーでブローも決めてさね、うっすらとお化粧もしてさね、で会社の目的地の駅に降りて、シャナリコシャナリコシャナリコってね、そのショルダーバッグとは別にね、夜履いてたパンツとパジャマとドライヤーなんだれになれてね、綺麗にして会社の門を入ると、中村さんおはようございますと、警備員の中村さんは、あ、鈴木さんおはようございます、まさかその礼儀正しいお嬢様がね、朝起きたまんまタッタッタッタってパジャマのまんまね、スリッパで駅まで来てさ、ほいで電車の中でお化粧して着替えてたなんて分かんないでしょ。
電車にさ、パジャマで乗っちゃいけないって法律ないでしょ。ね。電車の中でお化粧しちゃいけないって法律ないじゃん。これがさ、例えば、通勤電車なんかだとさ、電車の中で、例えば、ね、いきなり、ラップした丼、カバンから出してさ、それパッとラップ外してさ、で、納豆かき混ぜて、かけてさ、もずく破いて、ジャッてかけてさ、で、電車の中でむしゃむしゃって、それはダメだよ。旅行のさ、遠くまで行く電車の場合は、まあ、東海道線なんかだといいんでしょ？電車の中で飲み食いしても。お酒飲もうが、何の食べようがいいんでしょ？うん。でもさ、東横線でそれは許されないよ。まあなんか、せんべい食ってんとかさ、アイスクリーム食ってるとかってさ、まあ、いけないんだろうけど、一応さ、まあ、まあ、いいや。下手に注意すると、プスってやられちゃったりしたら、合わないからね。うん。本当だよ。今そういうの多いからね。うん。次、ね、ここで、ガリレオ・ガリレイ、林浩、常識、変人、奇人。さあさあ、そっから先だよ、今度は。決まるがい。決まるがい。これ難しいよね、やっぱね。病気だから。病気だから。僕、健康でどこも悪くなくて決まるがいですっていうのはさ、産んでくれたおっかさんに、ね、お墨付きでももらったような人じゃないと。決まるのは大変だよね。やっぱ何やってもさ、ピーポーパーポーになっちゃうからね。うん。じゃあこの後は今度ね、統合失調症やろうかね。近内でやろうかね。でも一応6項目って言っちゃったからね。うん。まあ、会話だから。ね、成り行きがあるからね。まあでもこのぐらいにしとこうかね。今日のテーマは、ガリレオ・ガリレイ、林浩、常識、変人、奇人、決まるがい。Thank you for watching, come back again. あ、細く、ね。細く長く、ね。細く短くじゃない、細く。これですよ。これ。これが軍勢のね、なんだっけ、マジカル、なんとか、もうチクチクすんで、あれをさ、これを取っちゃったからわかんないけども、これ赤いラベル。ね、これ長さがね、だいたい、まあ、何センチぐらいあるかね。このぐらいあります。私の肩幅と、私の、まあ、矢引きが125センチだから、ね、矢引きって知ってる？こういうやつ。これが135だっけ？だから190センチぐらいあるのがね、2、4、ない、70センチぐらい。ね。70センチぐらい。ところがこれは、伸びますからね、ある程度。で、私の場合はこれ、この、ここが冷えんとまずいからさ、ね、胸椎のとこね。で、こういう風にやると、ちょっと、立たない方がいいね。立たない方がいいね。だいたいこっからね、2、4、まあ40、50センチぐらいでお股行くわけですから。大切なとこまで、こっから20センチ、40センチ、50センチあればもうお股のね、こうお股の二股のこの辺までありますから。ね。50センチで。これ、2、4、6、7、65センチか70センチぐらいありますから。何が言いたいの？だからさ、
これをこういうふうに着て寝てるわけですよ、私の場合。何度も申し上げますけど、あのランニングシャツもねあるんだけど、ランニングシャツは汗びっしょりになっちゃうわけ。汗びっしょり、ちべたいの。ところがこれは何でか知んないけど、こう、まあ、マジカル、名前は忘れちゃった、あ、700円ぐらい買ったの、今1000円ぐらい、うん、でこれはね、なんちゅうのかね、こう肌に汗をかくじゃない、その上にこれがこう、うん、かかるじゃない、そうするとなんか微妙にね発散していくんだよね。だからまあそのランニングシャツがびっしょりになる状態で汗かいてんだけど、なんかこううんと素晴らしい。で何が言いたいかと、今日のテーマとこれが何が関係あるかっていうとね、これをね、こんな長いわけですからね、お股よりさらにまだこんだけ長いわけですからね、こんだけ長いわけですからお股よりね、で私の場合はもうこれ一丁で寝てますから、寝るときはね、まあここからお股の下ぐらい、これで何が言いたいかっていうと、今日のテーマのね、常識、お前一日中裸なの、今日36度だよあなた、窓開けて36度、午後3時ごろ36度、うん、暑かったね。だからバスタブに水が張ってあってさ、そこの中ジャボンって入ってさ、30分ぐらい、ね、で、ああ楽になったなーつってこっち来んじゃない、36度ね。で、私がこうやってこれねシャツ着てんじゃない、したら普通の人は大概この人下はまあズボン履いてんでしょうと、ね、パンツも履いてんでしょう、まあ、夏だから靴下は履いてないかもな、そんぐらいでしょね、何も着てないもん、これだけなの、これだけ、わかんないじゃんね、わかんないでしょ。でギターやるときはこれでこうやって足組みかけるとお股がパクってなったらアウト、だからこれをあのギターやるときはこのこれをね、これを胸からじゃなくてお腹からやると膝まで、膝の下まで行きますからね、お腹からやると本当足を組み替えてもわかんないね。何が言いたいかと、お前常識ないよ、腹巻きをズボン代わりにするわけねえじゃんって、いけないって法律ないからね、いけないって法律ないから、ただパッと見てバカかなこうやって映ってればバカに見えないでしょ、でもここへ腹巻きをさ、この下に腹巻きをね、膝までやって道歩いてごらん、まあ通報されちゃうよ、変な人います、なんか腹巻き一丁で歩いてます、あ、シャツと腹巻きで歩いてます、ズボン履いてませんよ、でもさ、例えばハワイみたいにさ、行ったことないけどあったかいんでしょね、大概の人はさ、腰身の一丁みたいな感じなわけでしょね、まあこれでいいわけじゃん、まあ言ってみればさ、昨日だかおとといも言ったけど、女性のチューブドレスと一緒だからね、腹巻きって言ってるだけであって、これをさ、じゃあここへこういうふうにやればまあブラになるわけじゃん、こう なんちゅうの、こうこうたぐまれせばさ、たぐませれば、要はこういうふうになってればピーチ君が見えなきゃいいんでしょ、
ピーチくんが。これはまずいよね、ちょっとね。このぐらいの幅でやれば、何ら問題ないじゃん。で、女性の場合はさ、こう、肌が出てもいいわけでしょ、おへそが出ても。なんか YouTube で一頃さ、陰毛がさ、もう、三角が丸々映っての平気で YouTube 出てたよね。そもそもさ、アメリカの会社だからさ、ペントハウスとかさ、ああいうのは、ね。日本のほら、フォトショップで綺麗にね、ツルツルにして、無害になってるわけでしょ？ね。まあ、向こうはさ、もうもじゃもじゃ見えて当たり前だから、そもそもさ、私もそうだけど、大概の日本人はね、体毛薄いよ。体毛薄い。じゃあさ、その欧米人でさ、ね。ヒゲが生えてます。はわかるよね。日本人の場合、まあ男性で、まあ毛深い、毛が薄いは別にして、男性の場合は、ヒゲが生えて、まあ、もみあげが出る人も、まあ、ヒゲがね、このお口の周りとか、顎ひげにもあるとか、あと、脇の下と、お股と、すね毛ぐらいでしょ？日本人が、髪の毛以外の毛って言ったら。でも、日本人でも毛深い人はさ、例えば、腕がこう、ね、毛が生えてんとか。あるいはこの、この辺にね、毛が生えてんとか。あるいは、ここへ、毛が生えてんとか。あるでしょ？で、例えば、陰毛も、まあ、こんぐらいの人もあれば、こんぐらいの人もあれば、おへその上ぐらいまで、胸毛とお股の毛が繋がっちゃって、どこが何毛みたいな方もいるじゃない。で、よくさ、なんか小学校、中学校の頃はさ、社会科の先生なんか必ず言った、アメリカ人っていうのはね、戦争するときもね、毎日髭剃ってんだよって。それね、髭の概念が全然違うから。髭の概念が全然違うから。これなんか熊五郎系でしょ？で、弟はこの、頬にも、弟の方が濃いね。うん。で、何が言いたかったらさ、アメリカ人すごく、お顔のさ、結局、極端に言うと、クマさんみたいな感じなわけよ。ね、これ、ヒゲして言ってるんじゃないですよ。俺なんかの場合だったらさ、ね、今、歯がないから恥ずかしいからヒゲ伸ばしてるけど、普通は剃るじゃん、毎日。電動シェーバーにしろ、カミソリにしろさ、ね。でもさ、日本人の場合さ、顔中ヒゲって人あんまりないよ。顔中ヒゲって人あんまりない。でもアメリカの方なんかはさ、アメリカっていうか欧米人、ヒゲ剃んないとさ、クマさんですかっていうぐらいヒゲがすごい人いるじゃない。映画俳優なんかでもさ、日本人みたいなツルツルの肌しててもさ、もう、すごい顔中おひげっていう人いるからね。あれ毎日大変だと思うよ。うん。何が言いたいか。だから常識ってさ、違うわけよ。私の常識とあなたの常識、違うから。で、日本人の常識と、
他の国の方の常識また違うからね。だから物差し1個じゃ測れないってこと。うん。じゃあそういうことで、次はね、統合失調症のことについてね、前からちょっと言いたいなっていうことがあってさ、次それやります。難しい問題かね。35分45秒、7時31分。 Thank you for watching カマカビエン next Sunday when will it come on? I couldn't know it because it's good for youいずこのうちもそれぞれに、2023年8月28日月曜日、午後7時31分でした。今日のテーマは、ガリレオ・ガリレイ、林浩、常識、変人、奇人、金丸大でした、もう あれは何なの、口論いかね、もう秋だよね、秋でもないの。はい、終わりにしろ。終わりました。じゃあ次は統合失調症ってことで、ごきげんよう。